建設チーム。見て、マットとフランクがベビーたちと遊んでるよ。とっても楽しそう。ちょっと待って、あの音は何だろう。ヘクターだよ。緊急事態だって。お父さんたちはヘクターと一緒に助けに行かないといけないんだけど、ベビーたち大丈夫かな。ダンプトラックのEさんだよ。お父さんたちが働いている間に建設チームが遊び小屋を建ててくれるって。こんにちはエドガー。こんにちはチャーリー。Eさんがベビーマットとベビーフランクのために小屋を建ててあげたいんだって。どうかな。よかった。チャーリーが木切れをたくさん持ってるって。壁に使えるね。バッチリだね。エドガーが屋根の材料も見つけたよ。早速始めよう。その壁を支えててくれるかな、チャーリー。壁がそこに立ってる間にエドガーがネジで止めてくれるよ。みんなその調子だよ。あと屋根を乗せるだけで完成だね。お父さんたちが働いている間にベビーフランクとベビーマットのために遊び小屋を建ててるんだ。待って、チャーリー。タムが屋根につけるものを持ってきてくれたんだって。すごいね。ぴったりだよ。まるでカーパトロール本部にあるサイレンみたいだね。とってもすごい遊び場ができたよ。さあ、ベビーたちを呼んでこよう。ベビーたちの本部が完成したよ。あ、緊急事態だ。お父さんたちと一緒だね。建設チーム。こんにちは、ギャリー。忙しそうだね。
おっと、この葉っぱを今日中に全部拾わないといけないの？チャーリー、ギャリーが一人でこの葉っぱを全部拾うのはちょっと無理そうだよ。建設チームは手伝ってくれるかな？ちょっと散らかっちゃうかもしれないね、チャーリー。ああ、それはいいアイデアだね。どう思う、ギャリー？そうだね、チャーリー。建設チームに必要なものを持ってきてもらわないとね。エドガーとイーサン、チャーリーがゴミ収集車のギャリーのために作りたいものがあるんだって。ロボットを作るのに必要なものを持ってきてもらえるかな？みんなこんにちは。早速来てくれてありがとう。部品は見つかった？バッチリだね。必要なものは揃ったよ。さあ組み立てよう。エドガ、金属シートをトレーラーベッドにできるかな？ちょっと違うみたい。もう一度やってみようか。その通りだね。次はタイヤだよ。チャーリー、組み立てられる？上手だよ。素晴らしいチームワークだね、建設チーム。次に必要なのはメカニックだよ。だいぶ形になってきたね。キャリー、ロボットと一緒に働く準備はいい？完成だよ。試してみよう。あれ？どこか間違えたみたい。なるほど、そうだね、イーサン。アームが逆さまだったね。さあ、もう一度試してみよう。すごいよ、動いた。うわー、ロボットを見て。すごい速さだよ。ギャリー、頑張ってね。またね。建設チームのみんなお疲れ様。もう帰って大丈夫だよ。みんなまたね。